皆さんこんにちは、理性クッキングの時間です。出た。本日は前回石井浩平さんが失敗したチャーハンを作っていきたいと思います。なるほどね。はい、真っ向勝負ね。真っ向勝負チャーハンです。なるほど。はい、本編にいつ出てるかわかんないですけど、はい、中華鍋をね、はい、使ってチャーハンを作ろうと思ってたんで、はい、具材はね全部あるんですよ。ありがとうございます。はい、それ使っていただいて。はい。じゃあ、ね、いいですか。はい、ね。理性的ですね、喋り方が、はい。じゃあまず、もうお手手洗いましたから。あ、もう理性ですね。本能なんてね、はい、鼻くそつけてから料理してきますからね。そんなことしないでください。そんなことしないでください。あ、面白くはないんですね、理性の方は。これは？これはご飯ですね。冷えてた方がパラパラなりやすいのかなと。それ、いいんですか？その僕にアドバンテージがあっても。まあでもだって、和樹はそうするでしょ？理性で。まあ、ご飯をチンしてさ、ぶち込まないでしょ、前回の俺みたいに。冷や飯ですかね、基本的には。そうだよね。はい、あ、卵ね。卵2個。うん、2個。なるほど。その量、まあ適当です。いいですか？あーい！痛いと、理性が飛ぶんだな、人は。あと、この、これね、チャーシューですね。これチャーシューというか、まあ、なんちゃってチャーシューですけどね。豚のロースをちょっと細かく切って、タレにつけてる昨日の。生を？はい、生をですね。そうそうそう、このなんか。え、これどうやって使おう、そしたら。ああ、余計なことしちゃったみたいです。どうやら。いりません。ああ、いらなかったですね。すみません、変なことして。でもまあ、シンプルなものでいいんじゃないですか、卵。あと、まあネギですね、その今出したのは。うん。で、お米。お米。うん、まあ、これだけでいきます。あ、ほんと。はい。具なしで。具なしでいいです。オッケーです。黄金チャーハンというものをいわゆる作ろうと思います。何ですか、黄金チャーハンっていうのは。黄金チャーハンっていうのは、まあ、卵の黄色で。はいはい。黄金に輝くチャーハンですね。ああ。え、じゃあ、何ですか、これは？オイスターソース？ガラスープのあれが欲しい。あ、それそこにある？あ、あ、オッケー、これ使います。はいはい。もうできたの当然。あ、そうなの？もうできました。これは何使ってもいいやつ？どれ使ってもいいよ。うん。卵を溶きたいんだよ。ああ、そういうことね。浅いか。オッケー。じゃあ、いっちゃいましょうか。あ、ちょっと、和樹、ちょっと危ないから、頭こっち寄せて。え？頭こっち寄せて。何？危ない危ない。当たっちゃうから、頭こっち寄せて。そうそうそう、はいはいはい、そこそこそこ。痛い！これ世に出んの？ん？世に出ますよ。もちろん。はい。サブはもうノーカットですから。どうしたどうした？ライディやめて。チンゲだ。チンゲ？ああ、チンゲだ。最悪。嫌です。こんな。俺、今朝洗ってくる。どうやってチンゲが入るんだろう、俺。お茶碗に。大丈夫。あ、それね、大丈夫です。基本的に全部今朝洗いましたんでね。ああ、丁寧に割ってきますね。理性なんでね。やっぱ僕はね、正直そこ、カッコつけどころだと思ってるんで、片手で割りに行きますね。あ、全然そんなことしないです。はい、リスクを犯して。はい、で、皆さん卵を割るとき1個注意点あります。何ですか？よく殻が入っちゃうなんて人いるんじゃないですか？ああ、僕よく入ります、片手で割ると。それは片手で割ってるからです。ああ、そう、なるほどね。卵は基本的にこういう角では絶対に割らないでください。え？角で割ってしまうと卵の殻っていうのは中にちょっと入り込んじゃうんですね。ああ、はいはいはい、はい、そうすることによってまあこういう状態になっちゃうわけです。はい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 。わかりますか？はいはい。この破片というか内側に折れてしまう。はい、はいはい。でも、平面で割ると、この表面に傷が入るだけなんで。ああ、なるほどね。これによってよりこう、殻が入りづらくなります。なるほど。これすごく大事です。卵を割る上で。ぐしゃってもう握りつぶしちゃえばね。まあそれができたらね。ね、いいんですけどね。一番いいんですけどね。うん、あそこにね、はい、箸とかあります。はい、箸をね。こんなものはもうよく混ぜて、すごくいい卵だこれ。そうなんだよね、別にスーパーで一番ね安い卵なんだけど、すごいいい卵。あのね、この間ね、その生卵をちょっと全て潰してみたのよ。したらって卵黄の弾力がすごくてびっくりした。持ち上げたりとかじゃなくて、もうめんどくさかったから、うん、正直チャーハンのリベンジしたんですよ。おー、その時にもちろん手は洗ってるけど、ご飯にもう生卵2個ぶち込んで、もう、もみもみしたの。そのコーティングをつけるっていう意味でね。
最悪なことしてる。その時にね、卵の黄身のね、弾力がすごくて。いけたそれで。うん。あ、でもそれで作ったチャーハン残してるから、ちょっと食べ比べもできますよ。これさ、浩平さ、はい、なんでこれ使わないの？あ、それなるほどね。これ立てる用じゃない？あ、そんな自立してた子なんだ。そうだよ。俺支えてばっかだった。お前ちょっと低下しすぎたな。うん、うん、その子の成長妨げてたわ。よくないわそれは。立てたんだこの子。そうだよ。お塩は？お塩ね、あ、さっきあっち持ってっちゃったの。塩コショウだって。お塩のがいい？ああ、でも塩コショウ、塩コショウはね、そこにあります。まずあのカレーの左です。あ、これか。はい、まあこれでいいか。でお醤油は？お醤油はここですね。お醤油、はい、はい、もうこれだけ。あ、お醤油と塩コショウでいくんだ。はい。オイスターソースは出ないんだ。はい。僕が作ったあの黒糖チャーハンもありますけど。黒糖チャーハン？はい、あの黒く黄金チャーハンのような、これ。え、黒糖入れたってこと？いや違います。え、オイスターソースで。うまそう、はい、これが僕が作った。めっちゃうまそう。これ僕がこの間遊んだから、あの素手でモヨモヨしたやつです。これはもう流しに。ね、やめてください。やめてください。黒い手と書いてね、黒糖チャーハンですね。ごま油、まあ多い方がいいです。なんで手を通って読むんだっていうね、声も聞こえてきますけどね。バカだからですね。思わないですね、そんなこと。これは、それネギですね、九条ネギをちょっと、あの、あ、なんかすごい厳重に水を切った方がいいのかなと思ってね。へそのぐらい。へそのぐらい厳重に。なんかよくわかんない紙に包んでますけど、はい、中にネギが入ってますけど、はいはいはい、あ、まあ、こんなもんですかね。で、これで今気づきました。この強火でまず熱するじゃないですか。はい、だし正直あの最初の挨拶の時点でもう火をつけてるんだなというふうには思って。あ、まあそうですね。それはまあ単純にフライパンがあの濡れてたんで。ああ、なるほどね。まあ、そういう理由か。今ちょっとまあ火弱くなっちゃいましたけど、はいはい、これ今めっちゃ熱い状態なんですよ。はいはい、もうここまで一旦熱してください。ああ、なるほどね。カンカンに、カンカンに、はい。で、これですね、あの、それなんだ。こうです。あ、やめてください。これいけました。すぐ中華風です。もう完成します。あるんでね、もうあの中華の用のやつがこっちあるんで。つくかな。あ、先卵いって、はい、で、お米。あ、もうその量に対して2個でいいの？はい、で、もうこうですね。あー、ちょっとこっち手元にしよう、これは。で、こうやって、なるべくこう、もう。え、こんなオムレツの時間あんだ。あるよ。あ、そう。うん。まあ、ちょっとくっつくね。そうだね、やっぱ、フライパンがちょっと古いんでね。あ、出た。かっこいいやつ。これやんないといけない。やっぱ、チャーハン作るんだったら、この工程はすごく大事。うん、やっぱ、あとすごいずっと腕にピントが合うわ。あー、綺麗ね、でもね。いいでしょ。あー、全然違うわ、俺のやつと。うん、まぁ、あ、ちょっと、まあ、白米じゃないんでね、申し訳ないけど。そうね、低温感が若干、なんかあれだけど。こんなのはもう出来上がるよ。あ、そう。うん。そんなに押しつぶしてるんだ、それは。これは、あの、押しつぶすというか、このなんかさ、うん、ダマになってるやついるじゃん。はいはいはい。もう今だいぶなくなったけど、それをこうやってちょっと崩してる。だから力は下まで入れてない、はい、ギュッてやってるわけじゃない。ああ、押しつぶしてるわけじゃない。ホロホロホロって崩す。これは難しい。こうなる。これもえ、これも黄金チャーハンのこれ大事なとこ。大事なとこ。そう、こうやってやることによって、うん、あそこに蓋を置くのは良くないですよっていうことを、うん、あ、学べると。そう、学ばせる。あ、なるほどね。もう完成よ。あ、ほんと。え、味付けしてないですよ。そうだよ、最後。あ、最後にするんですか。うん。あ、また全然本能とは違うアプローチで。はい、もういいかな。本当はもうちょっと強火でやりたいけど、なんかまあこれね、コンロの限界がありますから。コンロの限界があるから、うん、まあこんなもんだろう。あ、結構入れますね。まあ多いからね。ああ、結構塩コショウいきましたね。で、最後この醤油を、はい、鍋肌に。鍋、え、このちょっとこうやってスペース作るでしょ。はい。何がやって、チャーハンってやっぱベタつく、まあそれも好きなんだけど、うん、ベタつくのもあんまりじゃん。
まあそうですね。ここにやることによって、おう、あ、醤油をちょっと下に発させる。うん。で焦がしてここで全部混ぜると。邪魔そうですね、醤油は。すごい邪魔です。これもだから本当は良くない。あ、良くない。はい。あ、かっこいいな、そんな、あ、すごいじゃん。エッチだね。で、最後ネギ。あ、ネギもう全部いっちゃう。いっちゃいましょう。結構ありますよ。あ、結構あるね、本当に。あ、でもまあまあまあ。あ、ちょうどいいぐらい？うん。まあ、ちょうどいいぐらいですか？このネギが、まあ取れないんで、このままちょっと。まあまあ、そこはいいですよ。うん、はい。これでもう美味しくなっちゃうよな。まあちょっと食べ比べようよ。全然違うから。俺もね、そのね、正直あの、本能クッキングの時よりも成長しちゃったのよ。はいはいはい。一回の失敗で。はいはい。味付けはでも似てる。オイスターソースと鶏ガラと。はいはい。これ味がね、全然違うと思う。醤油とかでやってない。あ、もうでも、色が全然違う、まず。これで終わり。これちょっと僕味見だけさせてください。鶏ガラは？鶏ガラ入れ忘れました。うん。まあ最悪これでうまいんだけどね。まあね、でもやっぱね、鶏ガラって大事ですよね。ガラはね、あった方がいい。 OK、 まあまあこんなもんちょっと混ぜてもう終わり。まあ手際がいいんですな、とにかくな。まあだって動画の延べ時間がまあ11分ぐらいですからね。はいはい、完成。完成。うわ、ちょっと味見だけ。味見だけ。じゃあ俺もちょっとチンしようかな。そうだね、黒糖チャーハンを。黒い、これは美味しいよ。黒い手と書いてね。あと、あ、このね、野菜カレーめっちゃうまいんですよ、皆さんね。これね、僕ツイートしたんですけど、野菜カレー食べてほしいです。うんうん、美味しい。はぁ、いいな。うまい。あ、俺チャーハンどこだったっけ、さっき。若干味濃いかもな。あ、ほんと。まあいいや、まだ、あ、どうしようもないからね、うん、もう味濃いに関しては。もう無理。うん、美容師さんもさ、そう、チャーハン、ここね。ああ、じゃあちょっとチンしよう。これ、これはうまいよ。こういうことしちゃってね、最後に。何それ、何してんの。こうやって乗せて。あ、上乗せてんだ。こう。ああ。まあちょっとできないわ。てかパラパラだとやっぱさ、あの円形にするのは難しいですよね、やっぱね。まあ、ギュッてやったらできるんだけどね。ああ、なるほどね。俺はちょっと無理だったから、まあまあいいでしょう、こんなもんで。うわ、はい、うまそう。はい、完成。おい、今度の昼下がりチャーハン、あ、パラパラを添えて。あ、いや逆がいいか。逆でもないか。パラパラは添えないでほしい。